志ラジオ、志保高校志ラジオの時間です。今回は花野菜苗販売会が開催されるということですので、そのイベントについて詳しく伺っていきます。それでは今日お二方に出ていただきます。お名前よろしいでしょうか。はい、3年1組岡本奈々香です。3年2組の西澤亜美です。よろしくお願いいたします。ではまずですね、花野菜苗販売会についていつ頃行われるのか、そしてその内容をざっくりと教えていただけますか。はい、5月16日木曜日10時から12時にある花や野菜、加工品など販売する販売会です。過去にですね、去年かな、リスナーさんがこのイベントのお知らせ聞いて買いに行ってホクホクしましたっていうお話をされてたんですけれども、今回のあの見どころというか、これぜひ商品チェックしてくださいというようなものを何でしょうか、教えていただけますか。どら焼きとヨーグルトは人気なので数量限定です。買いたい人は早めに来てもらえると嬉しいです。どら焼きとヨーグルト、自家製ヨーグルトがあるということですので、志保高校ブランドどれも美味しかったです。勝手に食べましたぜひですねチェックしていただきたいと思います。で、今あの準備段階だと思うんですけれども、今、特にですね気合を入れて用意しているのはどういったところになりますか。アグリビジネス科では野菜や花などの準備をしてるんですけど、販売するものなので一つ一つ丁寧に、一個一個丁寧に取り扱ってます。見た目も少しね商品価格に関わってきますもんね。で、なんかあの苗なんですけれども、どういった種類のものを出す予定なんですか。そうですね、トマト、キュウリなど野菜の苗、スイカも販売してます。甘いやつがなりそうです。気になる方はぜひ。では最後になりますけれども、あのラジオを聞いているリスナーの方にですね、イベントの呼びかけをお願いいたします。当日は混み合うことが予想されるので、係の指示をよく聞いて車を止めてもらえると嬉しいです。お願いします。ということで、花野菜苗販売会は5月16日志保高校で行われますので、ぜひですね皆さんお早めのお越しをお待ちしております。では今日は西澤さんと岡本さん、お二方に出ていただきました。ありがとうございました。